アレクサンドル・ビクトロビチ・フォークは、ロシア帝国の陸軍軍人。日露戦争時、陸軍中将だった。当時ロシア軍に多く在籍した、ドイツ系ロシア人とされる。1864年、サンクトペテルブルクのコンスタンチホフスコへ、砲兵学校を卒業し、1871年から1876年まで、ロシア帝国憲兵団に在籍。 1877年に起きた、ロト戦争を観戦。1890年には、この F 票第16連隊長に就任。1900年、東シベリア狙撃兵第4旅団長として、義和団のランチン圧に参加した。1904年から始まった、日露戦争時には、旅順に駐在し、東シベリア狙撃兵第4師団を指揮。 両島半島に上陸した日本軍と対峙し、旅順防衛のために、禁襲城及びその背後にそびえる南山に布陣する。しかし5月に起きた南山の戦いでは、無策とも呼ぶべき撤退行動をとって、ニコライトレチャコフ大佐への援護をせず、これにより大連行を無傷で、日本軍に明け渡すという重大な失策を犯した。旅順行為戦に際しては、動揺する東西万流山掘への、 予備兵派兵命令を拒否したため、1904年8月21日に指揮官を解任された。だが、総司令官、アナトーリー・ステッセリに取り入ってその幕僚として、旅順要塞に残り、自らの軍は、旅順市外防衛のための総予備軍として温存した。優先していたロマン・コンドラチェンコ少将の戦死後、ステッセリは、フォークを旅順陸上防衛司令官とし、 中将に昇進させた。さらに10月には、制御ルギー勲章第3等級を授与された。その後も、予備兵の使用や前線部隊の増強を拒み、年末に入ると、日本軍第3軍司令官、野木真レスケから出された、降伏条件を受諾するよう真っ先に主張した。両人要塞陥落後は、日本軍の戦争捕虜となり、終戦の後、国民からの強い批判に遭いながら、 ロシアへと帰国した。帰国後は拘束され、1906年には軍法会議にかけられる。無罪となったが1908年には陸軍を追われた。陸軍を去った後は、1912年に起こった第一次、バルカン戦争に、ブルガリア軍の志願兵として参戦。その後はブルガリアに移住し、1926年に没死。 ブルガリアのスビシュトフ郊外の墓地に埋葬されている。ありがとうございます。